はい、お疲れ様です。今日は、キャンターが車検で入庫しました。まあこのキャンターはそこまで、そんなにやることはないとは思いますが、まあ普通にドラム開けたりハブのオーバーホールなんかはやらないといけないです。で、今週の頭から入ってる車検で入ってるエクストレイル、初代エクストレイルが、本当はこれ、キャンターが入る前に終わらせる予定だったんですけど、ヘッドライトが、ほら中も割れてて、ここも割れてる。ヘッドライトがダメでした。で、中古のヘッドライト、できれば中古のライト近くにないかなって探しましたが、もう、まあ、結構古い車なんでなかったですね、近くには。で、だいぶ遠い地域からですが、今日中古のライト届きました。程度良ければいいんですが。どうでしょうか。程度はまずまずですね。まあちょっと傷なんかありますが、イエローバルブ入ってますね。まあ普通のに変えます。あとコーナーの、これは近くにあったんですぐ届きましたね。この辺当たってますね。まあこういう透過類の、破損なんかあると車検が通らないことが、まあ、ありますんで、まあぶつけたら事前に教えてもらいたいですね。車検の段取りが狂っちゃいますんで。あとドライブシャフト、インナーブーツが、もう破れる寸前みたいな感じだったんで、分割式の宮古のやつ、これは初めてかもしれないですね、使ったの。まあもう取り付けてしまったんですけど、こういうグリスガードとかついてて、まあ作業性なんかはなかなか良かったですね。はい、ドライブシャフトのこの部分ですね、ここが切れそうになってました。3年3万キロ保証、結構持つんじゃないでしょうか。あとはリアパッド変えたり、エアコンフィルター、エアエレメントなど、エクストレイルと、キャンターと、できれば両方今週中に終わらせたいんですが、どうでしょうか。まあ頑張ります。ちょっとね、今日腰が痛くてなかなか作業がはかどりません。まあ休み休みやっていきます。はい、お疲れ様でした。